この横断幕は東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンになっている佐賀県や民間の国際交流団体などで作る佐賀ホストタウンおもてなしネットワークが制作しています。横断幕には佐賀を訪れているフィンランドとニュージーランド、それに事前キャンプを予定していたタイの選手たちに向けた応援メッセージを誰でも書き込むことができます。佐賀でキャンプをしてくださった方にメダルをゲットできるように頑張っていただきたいです。あさってまで佐賀市にある県国際交流プラザで受け付け、練習会場に掲げられる予定です。